経済世界最下位転落米大手調査会社韓国経済はついに世界最低に米調査会社ニールセンが発表した今年4から6月期の世界の消費者景況感指数で韓国の指数は調査対象60カ国中初の最下位に転落したニールセンは2005年から四半期に1度各国の消費者心理を調査している 参加60カ国の平均値は96で前回の1から3月期の調査から1ポイント悪化した韓国は45と前回から1ポイント悪化し前回の59位から最下位の60位に転落してしまった事実上の財政破綻状態で社会生活も混乱したギリシャが53で57位ロシアとの紛争が続き前回調査で最下位だったウクライナにも逆転を許した 企業業績も低調だサムスン電子や現代自動車など大企業の業績が悪化しているだけでなく韓国金融研究員によると営業利益で利息を支払えない限界企業の比率は中小企業を中心に37%にも達しているという。 http コロンスラッシュスラッシュ www.izane.jp 記事ワールドニュース15731 WOR15 兆731億2046万32 32n3html <laughs>